夜行列車。夜行列車とは、夜間、日付をまたいで運転される列車のことである。略して夜行、または、予義車と呼ばれることもある。また、夜行列車のうち寝台車を主体とするものは、寝台列車と呼ばれる。多くの夜行列車は、深夜帯には、主要駅を除いて、旅客扱いを行わないが、深夜発早朝着で、 運行距離が短い列車では深夜であっても多数の駅で旅客扱いを行うものがある。夜行列車の最大のメリットは寝ている間に目的地に移動できることにある。なお、主に大晦日の初詣で客のために運転される終夜運転についてはここでは述べない。日本では全国の鉄道網が一通り完成した明治時代中期以降に 夜行列車が運行されるようになった。当時の長距離列車は昼夜を問わず走らないと目的地に到着しないものであり、必然的に夜行列車となった。当初は座席車のみによる運転であったが、1900年に山陽鉄道、現在の山陽本線などを運営が日本で初めて寝台車の提供を行った。大使鉄によって形成されていた。 鉄道号は1907年にほとんどが国有化され、帝国鉄道庁、後内閣鉄道院、鉄道省運輸通信省鉄道総局、運輸省により、様々な夜行列車が運行されるようになった。国有化され、官営鉄道となって、以降は、軌道や車両の改良により、速度の向上が図られた。1912年から運行された東京、 下関間の特別急行列車、列車番号は、下りが1列車、上りが2列車は新橋駅を8時30分に出発し、大阪駅には20時33分、山陽本線内は夜行で走って、終点の下関駅には翌朝の9時38分に到着しており、所要時間は25時間8分であった。列車は日本を代表する列車として設定されており、 編成は一等展望車一両、一等寝台車一両、二等座席車二両、二等寝台車一両、食堂車と荷物車の七両編成であった。この列車は1930年に富士と命名され、さらにスピードアップし、東京駅を13時ちょうどに発車し、下関駅到着が翌朝の8時50分、所要時間は19時間50分となったが、やはり、 山陽本線区間は夜行であった。第二次世界大戦前の官営鉄道前世紀であった1937年には東京下関間の富士と山東座席車主体の桜の2本の特急の他に4本の急行が設定されており、うちに往復が東海道本線内を、田野に往復が山陽本線内を夜行運転した。また、 東京と関西の間には4本の急行が設定されており、そのうち東京神戸間の夜行急行、17、18列車は1.2等専用で別名名刺列車と呼ばれていた。これらの戦前の優等列車は太平洋戦争が激化した1944年に全廃され、同時に寝台車も運用されなくなった。終戦後は 1945年11月20日に東京大阪間に夜行急行が復活し、1948年には新大社の供養が再開された。その後、関営鉄道は1949年に新たに設立された公共企業体である国鉄に引き継がれ、国鉄により日本の復興とともに夜行列車は順次増強されていった。昭和30年代に 国鉄旅客局が行った旅行に中高と夜行のどちらを選ぶかという調査では乗車時間が7時間半から9時間であれば中高と夜行の利用が拮抗しているが9時間以上であれば夜行が好まれるという結果が得られた当時の東海道本線に当てはめれば東京大阪間は特急列車を利用しない限り夜行列車の方が好まれる状況であった また1957年の国鉄第一次後、可燃計画において、特急列車のうち、中高は電車、またはディーゼルカーを充当し、夜行列車には、寝台客車とすることが決定した。1956年に急行と同じ形式の座席車と寝台車を寄せ集めて誕生した、夜行特急、アサゼの車両は、1958年からこの方針に、 従って制作された20軽客車に変更された。当時は単線非電化の路線が多く、列車の速度も低かった。例えば1956年11月19日のダイヤでは、鹿児島駅の急行、薩摩が東京駅を21時45分に出発し、鹿児島駅に到着するのは翌々日の朝5時46分、運転時間は約32時間であった。 これら九州一きの列車も含めて、東海道本線には夜行列車が増加し、高度経済成長期の真っただ中か,かつ、東海道新幹線が開通する直前の1963年から1964年9月にかけてが夜行列車の本数のピークとなった。1964年9月当時、東京駅を発車する東海道本線の夜行列車の本数は、 当時の時刻表によれば、以下の通りであった。当時、東京駅では19時50分から22時10分にかけて10分ごとに夜行列車が発車した。このほか、東海道本線を昼間走り山陽本線を夜行で、行く九州行の客車急行も4往復あった。その後、京阪神を目的地とした夜行列車は、東海道新幹線の営業開始とともに急激に、 減少し、中高の直通列車が終了した1968年10月のダイヤ改正43島では、新大列車の急行に往復と普通1往復にまで減少した。1972年3月に山陽新幹線が岡山駅まで開業したが、岡山伊勢の山陽本線を走る夜行列車は、特急列車が定期列車19往復と季節列車1往復。 急行列車が定期列車11往復と季節列車6往復という大勢力であった。1975年3月の山陽新幹線、博多延伸開業時には、岡山伊勢で夜行特急列車が定期列車14往復と季節列車1往復、急行列車が定期列車のみ4往復に減少している。1960年代後半、昭和40年代以降は、 電化や線路、車両改良などによるさらなる高速化が図られ、長距離列車の運転時間は長くとも28時間程度に抑えられ、車中一泊の工程で運行する列車のみになった。まだこの頃までは移動手段としては鉄道利用が一般的であったため、ブルートレインと呼ばれた寝台列車は高い人気を誇った。ただ、1970年代後半、 昭和50年代から1980年代にかけては東北新幹線、上越新幹線の開業による新幹線網の拡充で移動時間がさらに短縮されたこと以外に国内航空路線の拡充と航空運賃の自由化により以前と比べ飛行機が利用しやすくなったこと、高速道路網の整備により鉄道より 安価な夜行バスが台頭したことなどもあり、夜行列車の利用は低迷するようになった。特に寝台列車は別途で、寝台料金が必要なため割高な料金設定や、相次ぐ国鉄の運賃値上げ、車両の老朽化、陳腐化もあって、次第に敬遠されるようになり、乗車率の伸び悩みで、削減や臨時列車化、または廃止が相次いだ。年には、 当時の運輸大臣であった森山金次が国鉄の財政改善のため非効率な夜行列車は廃止すべきと表明し議論を呼んだことがあった。なお、1980年代前半までは主要幹線で夜行普通列車も多く運転されており、寝台車が連結された列車もあり、並行する優等列車を保管する役目を担っていた。夜行の急行列車、 普通列車の重要な使命としては、新聞、特に長官輸送があった。通信手段が未発達だった当時、都心で印刷された新聞は、荷物車により輸送され、未明の各駅に降ろされ、直ちに新聞販売店を経て、各家庭に配達された。また郵便物についても郵便車による輸送が、行われた。現在この輸送は、トラック、航空貨物にとって変わられた。 このほか、中学校、高校の修学旅行においても、夜行列車や寝台列車が利用されるケースが多々、あったが、新幹線の延伸、高速化、中高特急列車の利用に伴う昼間移動への移行、観光バスによるバス移動、を、1990年代以降に、公立学校においても航空機の利用が解禁されたことによる空路利用への手に、 海外や沖縄への修学旅行の増加などの理由により、同年代以降は修学旅行に夜行列車、寝台列車が利用されることは、よほどの工程上の事情がない、限りなくなっている。同様に、阪神甲子園球場で開催される高校野球全国大会出場校の応援団も、かては甲子園臨と呼ばれた専用列車を利用して、夜通し駆けつけるケースが多かったが、 これらも現状は、貸し切りバスや航空機、新幹線などでの移動に切り替えられている。1990年代から2000年代にかけて、夜行列車は相次いで廃止され、急速に淘汰されていった。その一方で、北斗星やカシオペア、トワイライトエクスプレスといった本州と北海道と結んだ、寝台列車のように食堂車でのフルコースディナー等のサービス提供を行う列車や、 東京四国、山陰を結ぶ、サンライズ瀬と出雲のように、個室信頼を基本として快適性を高めた列車など、乗車自体を鉄道旅行の目的とする列車が人気を博した。しかし、サンライズ瀬と出雲以外の列車は、車両の老朽化、北海道新幹線開業後は、青函トンネル利用時の専用機関車を新造しない、こと同理由に、 臨時列車課内市は廃止されることが報道された。結局、トワイライトエクスプレスは、札幌2015年3月12日発をもって廃止。北斗星は、臨時列車課の地、青函トンネルの新幹線対工事に伴い、札幌2015年8月22日発をもって廃止。カシオペアも札幌2016年3月20日発をもって廃止となった。 新幹線の内地方への整備新幹線の開業により、並行在来線は JR から経営が切り離されて、第三セクター鉄道会社へ移管され、夜行列車の廃止が相次いだ。西鹿児島駅まで運行されていた那覇は、九州新幹線開業に際して転換された、日薩オレンジ鉄道に乗り入れを行わず、熊本駅までに運行を短縮し、さらにその4年後には廃止された。 上野駅と青森駅を東北本線経由で結んでいた。白鶴も東北新幹線の森岡八戸間開業時の2002年11月に廃止されている。この際に経営分離された IGR、岩手県河鉄道と青い森鉄道には北都星カシオペアが夜行、日とし定期列車として乗り入れていたが、それぞれ2015年、2016年に廃止された。は、 北陸新幹線、高崎長野間先行開業時に、並行在来線が横川軽井沢間で第3セクターに関することなく、廃線されたために、上越線経由に変更されている。このほか、トワイライトエクスプレスは、北陸新幹線開業に際して移管する第3セクターに乗り入れることなく廃止された。九州内の周遊列車である。 七つ母シーン九州は2013年10月の運転開始は第三セクターの視察オレンジ鉄道線を避けて視察線経由での運行となった。2010年代に入ると JR 九州が2013年10月15日から九州を周遊する豪華信頼列車七つ母シーン九州の運行を開始した。この七つ母シーン九州は 九州を周遊する観光旅行を豪華寝台列車による移動で楽しむというコンセプトに基づく旅行商品、パッケージツアーのため時刻表への記載はなく、費用も運賃料金ではなく、すべてがパッケージされた旅行代金である。この豪華寝台列車の登場と成功は大きなインパクトを与え、後に JR 東日本や JR 西日本も同コンセプトの列車、車両、 JR 東日本はトレーンスイート式島、JR 西日本はトワイライトエクスプレス図風を開発、製造をすることになり、それぞれ2017年より運行を開始した。3列車とも費用は高額ながら人気は高く、希望者多数のため抽選となっている。2018年現在では東武鉄道と西武鉄道が臨時列車に限り夜行列車を運転している。 いずれも首都圏外縁部周辺の観光地へ向けて、東京特部や横浜市内を前夜に出発し、翌日未明に星空を観賞したり、早朝から観光したりできるように設定されている。行き先は、西武鉄道が秩父地方、東武鉄道は日光や尾瀬、会津地方である。発着駅は、相互直通運転の多尺間を無。詳細は、東武鉄道や高列車を参照。 西武鉄道では1973年までは夜行列車、拳がレッドアロー車両を使用して、休前日に限り定期運転されていた。その後、西武鉄道の夜行列車は臨時列車に限り2015年8月に再開した。なお、東部、西部ともに夜通し運転せず未明に到着するため、厳密には夜行列車の範疇ではないが、 両社の公式ホームページで発表される臨時列車の案内や系列旅行会社による募集広告では行列車と称している。その他、他の鉄道事業者に乗り入れての夜行運転では、南海電気鉄道南海本線と国鉄規制本線を直通する南馬駅、新宮駅間の客車や高列車、南海本線内は電車が牽引し、料金不要の特急扱い。 和歌山駅以南は天王寺駅発着の夜行普通列車と並結が1951年4月6日から1972年3月14日まで運行されていた。2019年現在日本で運行されている夜行列車は下表の通りである。トレーンスイート式島トワイライトエクスプレス随風7つ母子ン九州は周回列車であり、 移動手段としての従来の夜行列車とは、性格が異なる。五十音順。列車相性のないもの、イベント列車に類するものは除く。一覧中核記号は、特、特急、急、急行、回、快速、広し、普通、臨、臨時列車、団、団体専用列車。かつては、機関車は夜行列車牽引の主力であったが、 電車化や廃止などによって使用される機械は激減している。特に近年では、トワイライトエクスプレスや北斗星の廃止などで、機関車の働き率は極端に低くなっている。国鉄分割民営化後に新車を投入した列車は E26 系を用いたカシオペアだけで、電車も285系のサンライズイズも瀬戸のみとなっている。また、客車の多くは、 国鉄時代の1970年から80年代に製造されたもので老朽化が進んでいる。牽引する機関車についても、カシオペアや北斗星を牽引する JR 東日本所有の EF81 軽電気機関車が10年夏以降 EF510 軽電気機関車へ置き換えられた。ものの他社では、中高客車列車自体の減少、消滅も、 相まって、機関車の新型車両へ置き換えは、進んでいない。例えば、カシオペアや青森駅札幌駅間の運行となる、浜那須の場合、青函トンネルを含む青森駅北の運行を、受け持つ JR 北海道では、旧国鉄から引き継いだ DD51 系ディーゼル、機関車や青函トンネルを含む津軽海峡線、対応仕様として、旧国鉄が回収した。 ED79 系電気機関車が経営をしていた。かつては、自動車列車による運行もあり、旧国鉄時代には昼行列車との運用の兼ね合いで、行われた事例もあったものの、定期特急列車の事例はなかった。JR 北海道では、自社管内運行していた、客車夜行列車について、1991年より、急行用自動車のキハ400系、 キハ四百八十系機動車に、九百九十二年より、特急用機動車のキハ百八十三系機動車に、それぞれ一から二両十四系寝台車を連結して運行していた。これらの列車は二千八年までにすべて運行を終了している。ただ二千十年代に入り、七つ母九州、四季島、随風といった、クルーズトレインの投入に伴い、車両の心臓が、 少数ながら行われている。七つ星では専用の77系客車、DF200 系ディーゼル機関車が2013年に、新造されたほか、四季島では e 0 0一 k と呼ばれるハイブリッド車用、随風では87系寝台機動車が新造された。車内設備は、個室寝台の充実や、女性専用車連結により、 プライバシーへの配慮を図るなど質的改善が図られている。ハマナスの普通車座席指定席として設定されているドリームカーではグリーン車に匹敵する設備をグリーン料金を徴収せず普通車扱いで安価に提供するサービスが行われている。廃止されたものの2008年3月14日まで運行された赤月には車内に3列に並べたレガトシートや定期運行開始時の ムーンライト、後のムーンライト越後のグリーン車のシート部品を流用したシート、そしてムーンライト九州にはリクライニング角度非常に大きいシートなどがあった。また、王ができる設備を寝台料金を徴収せずに提供し、普通車扱いで運賃指定席特急料金、あるいは急行料金座席券のみとする例も現れている。この場合、所要時間では飛行機、 新幹線、中高特急列車に及ばないものの、運賃料金面でほぼ同等であり、唯一夜行路線バスやツアーバスには価格優位性で劣るものの、鉄道として定時性が高く、夜間の就寝時間、非活動時間を移動時間として有効活用できるという点は生かされる。なお、新台車が連結される、普通、快速列車もあったが、 1985年、昭和60年までに全廃された。夜行列車は深夜引く未明の一般人の就寝時間をまたいで運転するため、おおむね21時台から翌朝の6時台前半まで列車により異なるは就寝の妨げにならないよう、車内放送を事故や遅れなど特別な理由がない限り基本的に行わないようにしている。このため、 車内放送休止前の放送を、お休み放送、夜が明けて、車内放送が再開される時の放送を、おはよう放送をと呼ぶことがある。新幹線計画段階では、夜行新幹線も検討されており、夜間運行の際は片側一線を日によって交互に、単線で運用して、残りの一線は保守点検作業を行う、計画であった。山陽新幹線では、 夜間の単線運行で上下列車を離合させるための対避線として、姫路駅の下り線に13番ホームが追加され、予備の対避駅として、西明石駅、愛い駅が建設された。また、試作車両の961型でも寝台車の試験は行われていた。しかし、名古屋新幹線訴訟などの問題が浮き彫りになったことや国鉄分割民営化で、 夜行新幹線の計画は実現しなかった。新幹線上を走行する夜行列車は座席車、寝台車ともに現在まで存在せず、深夜は保線と沿線周辺の騒音に配慮が不可欠で、新幹線は未明、早朝帯である0時から6時までの間は原則として営業運転を行っていない。大阪産業大学工学部の鳩子正と井上義弘は、 新幹線夜行運行などから検討して、発着時間帯の設定自由度が従来の夜行列車より高く有望とするなど一部の学者は新幹線の夜間運行を検証している。津軽鉄道では2019年から期間限定企画として全区間に往復及び途中停車によって夜から朝までの運行となる夜行列車を開始。 日本旅行との共同企画による旅行商品の扱い、DD350 系ディーゼル機関車と、客車を派46系、おハフ33系を使用しているため、昭和の予備者を体感できる。また、三陸鉄道でも2019年、山田線の一部、現、中央リアス線、宮古釜石駅間の移管により全線、開業したのを記念して、7月に夜行列車を運行した。 アメリカ合衆国は、その国土の広さから、長距離列車のほとんどは、夜行列車である。かつては大量の夜行列車が運行されていたが、現在では、国内の長距離移動の主流が、飛行機となってしまった他に、その本数を大きく減らしている。アメリカには、複数の鉄道会社が存在するが、定期夜行列車はアムトラック、全米鉄道旅客公社が運行する。 夜行列車は毎日、もしくは週三日運行され、全工程は短く乗りやすい二日、一泊二日の、コースとしターライト号などから長いものでは四日、三泊四日、を要する、サンセットリミテッド号まで様々である。大陸横断鉄道は原則として、シカゴで乗り継ぎとなり、シカゴより、西海岸方面が二泊三日、シカゴより、東海岸への各線が一泊二日の工程なので、 鉄道での大陸横断には最短でも3泊4日が必要となる。アムトラックは貨物列車を運行する一級鉄道などの私鉄に曲がりする形で運行されるため、貨物列車優先に因する単線区間でのすれ違いや車両到着の遅れから来る時間の運行の乱れが大きく、乗り継ぎには数時間から1日程度の余裕を持つことが旅客に求められる。食事料金は 信頼料金に含まれており、乗車区間によって数回の食事が供される。カナダではアメリカのアムトラックに相当するビア鉄道が夜行列車を運行している。運行形態はアメリカと似ているが、二大都市圏であるトロントとモントリオールを結ぶ夜行列車ではビジネス客意識したサービスを提供している。カナダの長距離夜行列車の特徴として大部分が 新車に置き換わったアメリカのアムトラックと異なり大陸横断路線のカナディアン号などに使われる1954年土砂製パークカーのような北米の旅客鉄道前世紀に活躍した古い流線計客車が回収されつつも今なお第一線で使用されていることが挙げられるヨーロッパでは夜行列車が多く運行されている多くの国が陸続きにあり 国際夜行列車も多い。ほとんどの夜行列車には、寝台車と座席車の両方が連結されている。国際夜行列車の場合には、乗車時に車掌がパスポートを回収し、夜中の出入国手続きを旅客に代わって行い、翌朝の国境通過後に返却する。ヨーロッパの代表的な国際急行列車として、ユーロシティがあるが、夜行列車としては、 ユーロ内と略称 EN が運行されている。なお、インテルシティやユーロシティなどの鉄道に乗車可能なユーレールグローバルパスが発行されているが夜行列車の寝台を利用する場合には別途診断券が必要になる。飛行機の普及以降、1980年代までは夜行列車の食堂車のサービスは削減される一方であったが、 1990年代以降は、ユーロナイトなど、復活の傾向も見られ、ドイツ国内やドイツと、周辺各国を結ぶシティナイトライン、オリエント急行などの夜行列車や、フランスとイタリアを結ぶ、テロ、では、食堂車やビュッフェ車の連結が見られる。また食堂車を連結していない列車でも、個室寝台車の乗客には、朝食が無料で配布される場合が多い。 ヨーロッパの多くの国の国内夜行列車は、廉価な長距離列車として運転されている列車が少なくない。こうした夜行列車は、クシェット、クーシェットと呼ばれる簡易寝台車を連結している。クシェットの寝台料金は20ユーロ弱と極めて安価であり、庶民の気軽な長距離旅行手段として親しまれている。クシェットは、日本で言えば、開放式の三段式の美義寝台車であり、 一区画6名となっているが、一部には二段式4名のものもある。多くの場合は男女同室となるが、テロなど一部には女性専用の区画を設けている列車もある。しかし2000年代以降、高速鉄道網の整備や格安航空会社の台頭等で夜行列車の削減が進んでいる。例えば2013年12月の TGV のバルセロナ乗り入れ開始期に、 パリ・マドリッドを結んでいた、タル車両を用いた、寝台列車、トレーンホテルが廃止されるなど夜行列車サービスの縮小が目立っている。ロシアは、圧倒的に広大な国土である上に、格安航空会社の参入が遅れていることもあり、夜行列車が頻繁に運行され、9297km を走るシュベリア鉄道に、モスクワ・ウラジオストクまで、超長距離列車、ロシア号がある。 また、ロシアの夜行列車は、ヨーロッパ、CIS、モンゴル、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国とも、直通運転している。中華人民共和国やインドなどの国土が広大な、発展途上国では、現在でも、鉄道輸送の占めるシェアは大きく、多くの夜行列車が運行されている。国土が広大であるため、 三から四日間をかけて運行するものも目立つ。中国の場合、高速鉄道網の整備や、経済成長に伴う空港や高速道路の、急速な整備による、高速バスや格安航空会社などとの競争も、あものの、経済成長とそれを背景にした出稼ぎの増加で、夜行列車の本数は増え続けており、中には高速鉄道用の車両、CRH2 型に寝台を設置した列車も、 走っている。なお、インドでも格安航空会社との競争が激しくなってきているが、貧富の差が激しいこともあり、廉価な夜行列車の需要が大きい。韓国では、主要幹線に夜行の無ファ号が運行されている。国土面積の関係で、国内移動の際の移動距離が、おおむね 500km 以内であり、運転時間が短く終着駅には3時台に到着するため、 座席者が主体である。なお、近年まで寝台車を連結した列車が存在したが、中高列車の高速化に伴って需要が減少したため、一部の特設列車を除いて全廃されている。中華民国、台湾では2000年代半ばまでは、西部幹線に夜行列車が1日3往復、東武艦挙局合でも1日1往復運転されていたが、 台湾高速鉄道の開業や広し有名号の運転開始等で中高列車がスピーアップされたため現在では東部幹線に週末のみの運転となっている。また東南アジア各国でも夜行列車が運転されているが高速道路網の整備が進んでいるタイやマレーシアでは高速道路を利用する高速バスが便数、所要時間において有利に立っている。 また島国のインドネシアやフィリピンでは鉄道網が脆弱なこともあり夜行列車のシェアは少ない。さらにこれらの国において近年ではエアアジアやタイガーやノックウェアなどの格安航空会社との競争にもさらされている。アフリカは先進国のように鉄道が発達している国は少ないが長距離路線を中心に夜行列車の運行がかなり見られる。 南アフリカ共和国では世界で一番豪華と言われるブルートレイン等を多くの夜行列車が運行しているほかモザンビークへの国際ローカル列車などもあるその他ザンビアのカピリムポシとタンザニアのダルエスサラームを結ぶタンザン鉄道タザラタンザニアザンビア鉄道等で夜行列車が運行している楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください